コミュ障でやばいですが、どうすればコミュ障治りますか？多分会話ってリアルタイムで対応しなきゃいけないので、コミュニケーションに慣れてない人だと難易度高いんですよ。例えばじゃあ、何かじゃあこう話しかけられた時に、昨日家で何したって言われた時に、昨日家で何してたっていうのに、なんて返したらいいんだろうって考えてる時点で、もう間が立つじゃないですか。そうすると、なんかこいつ話しても面白くないのか、返答遅いなって思われちゃうんですよ。なので、会話で、口でやる会話ってリアルタイムで返さなきゃ、その話、相手もその、なんか、まごまごしてて、こいつ話して面白くないってなっちゃうので、なので、リアルタイムじゃないコミュニケーションっていうのをまずやった方がいいと思います。なので、チャットだったりとか、メールだったりとか、まあ、その LINE とかでもいいんですけど、ある程度自分が考えて返答しても、別にそれが、違和感がない形のコミュニケーションっていうのをやっておくと、例えばその LINE とかで昨日何してたっていうので、昨日はこの漫画読んでたよっていうのを送ったとしても、別に、あ、そうなんだ、ふーんで終わりなんですよ。なので、リアルタイムのコミュニケーションじゃない、そのチャットとかっていうので会話をするようにするといいんじゃないかなと思いますけど。